こんにちは、バーチャルサイエンティストの卵のルーです。突然ですが、実は今、日本神経科学学会の年次大会が沖縄で絶賛開催中なんです。そんな中、昨日、メタバースと脳科学って名前のシンポジウムが開催されました。今まで僕が何度か、メタバースと脳科学、そしてゲームの中に入り込む技術、フルダイブの関係性についてお話ししてきましたが、メタバースと脳科学の相性が良くて、一緒に発展していけたらいいなって考えているのは僕だけじゃなくて、多くの脳科学者がそう思ってくれているわけですね。そこで今日は昨日行われたシンポジウム、メタバースと脳科学で発表された情報を紹介、解説して、今の脳科学者がメタバースについて考えていることを皆さんに分かりやすく解説します。メタバースに関係する面白い技術も盛りだくさんなので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。ちなみに僕はゲームの中に入り込むフルダイブ技術を実現したいって思って、皆さんに少しでも脳科学に興味を持ってもらえるよう、最新の脳科学やメタバース関連の最新情報を分かりやすく発信しています。脳科学やメタバースに興味がある、フルダイブを実現したいって思う人は、ぜひチャンネル登録をして最新情報をキャッチしてね。それでは早速、今日のお品書きについて。今日はこんな順番でお話ししていきます。1、メタバースにおける人間計測、拡張技術の新展開、杉本先生。2、メタバースにおける自己変容とその神経基盤、宮脇先生。3、メタバースの精神医学、小林先生。4、現実を科学する、藤井先生。それじゃあまずは、慶應義塾大学の杉本先生が発表した。メタバースにおける人間計測、拡張技術の新展開について、杉本さんがメインで発表した技術は、フェイストラッカー、つまり VR 空間上での表情トラッキングについての技術でした。これまでに報告されてきたフェイストラッカーの例としては、例えばこんな感じ。ヘッドマウントディスプレイをかぶった状態で口元にカメラを設置して、そのカメラから口元から頬周辺の動きを検知するっていうシステムを組んでいました。しかし、カメラのように汎用的なセンサーからの情報だと情報量が多すぎて、上手に AI が表情を学習できないんじゃないかっていう危惧から、杉本先生は小型で専用のセンサーを開発することにしました。その結果、開発したのがこちら、メガネ型の表情計測装置です。これはメガネのフレームの内側に光センサーがついており、怒っている時の表情、笑っている時の表情、泣いている時の表情など、各表情と各光センサーがどんな関係にあるのかを AI に学習させるっていうことをやっています。その結果、メガネを装着するだけで、特に追加のカメラなどを用意する必要はなく、その表情をリアルタイムに計測できるっていうわけです。この光センサーをヘッドマウントディスプレイに取り付けることができるようになれば、気軽にメタバース空間上のアバターの表情をリアルタイムに変化させることができそうですよね。杉本先生はこのフェイストラッキング以外にも、例えば筋肉の隆起をリアルタイムに検知して、その筋肉の部位をアバターの体から強調させる技術も作っています。これもアバターのどこに力が入っているのか丸分かりで、とっても面白そうなギミックですね。今後も杉本先生の研究には要チェックです。ではでは次は電気通信大学の宮脇先生。宮脇先生はメタバースにおける自己変容とその神経基盤という題目で、6本目の指を装着した時の操作感、主体感、そして脳がどう変化するのかっていうのを研究していました。6本目の指を装着っていうのは不思議ですよね。一体どんなものなんでしょうか。宮脇先生が開発する6本目の指はこちら。とっても面白い取り組みですね。この6本目の指を動かす方法はこんな感じで、腕に取り付けたセンサーから筋肉の電気信号を計測して、その信号を検知した場合に6本目の指のモーターを動かすという仕組みになっているそうです。具体的には腕に力を入れていることで検知しているんだとか。この研究のすごいところは、他の体を動かす必要のない独立な身体部位の動きを実現しているっていうこと。これまでの多くの研究、例えば3本目の腕を操作するっていう研究では、足の動きなど別の体の部位の動作と連動させて新しい腕を動かしていました。これは裏を返すと足を動かさないまま新しい腕を操作することができないっていうわけなんです。それを宮脇先生は腕に力を入れるだけという動作を伴わない信号をトリガーにして6本目の指の操作を実現しているので、自分の他の動作と干渉せずに動かせるんですね。より自然なメタバースのアバター表現には必須の技術ですね。しかも宮脇先生の発表によると、まだまだ面白いお話があるそうです。なんと人工指を装着してその動きに慣れてくると、本来持っている自分自身の指の位置が曖昧になってくるんだそうです。さらに6本指に順応する前と後で MRI によって脳活動を計測してみると、指の動きに関わる脳活動が変化した、つまり6本指に脳が適応しようとしていたっていうことが分かりました。今後メタバースが一般的になった時、指が6本あるアバター、腕が3本あるアバター、尻尾や翼など人間にはない器官があるアバターを操作する場合に、これらの動きに適応できる可能性を脳は示したわけですね。とっても楽しみです。さて次は東京医科歯科大学の小林先生はメタバースとゲーム障害を絡めてお話ししていました。ゲーム障害というのはゲームの開始や頻度、期間などについてコントロールできない状態になっていたり、ゲームが日常生活での他の活動の何よりも優先される状態、好ましくない結果が生じたとしてもゲームを継続するという状態のことです。ゲーム障害の特徴に、思っていたより長い時間プレイしてしまうといった時間圧縮効果があることが知られていて、特に過集中状態、集中しすぎて周りからの呼びかけに気づかなくなったりする状態になる人もいるそうです。僕も中学高校の頃、ゲームをしている時やライトノベルを読んでいる時は基本読み終わったり、ある程度一区切りつくまで周りの声が本当に全く全然聞こえていなかったので、過集中状態になると時間も今やるべきことも全て意識の外に追い出される感覚があるっていうのはよくわかります。それはまあでも置いといて、そんなゲーム障害ですが、ゲーム障害になると睡眠が不規則になり、睡眠不足に、学業成績の低下、体力や骨密度の低下、家族関係の悪化などの問題点が挙げられるそうです。なので記録をつける、やりたくてもできない状況を作るというのが有効だというまとめ方をされていました。ここからはあくまでも僕の個人的な意見です。ゲーム障害によって問題となっているのは、ゲームにのみ集中するあまり日常生活を送るのに支障をきたすこと、またゲームにしか集中できないという患者がいるとのこと。これらの患者が普通の生活を送れるように治療することが今のゲーム依存の治療方針みたいですね。確かにその重要性は十分わかるのですが、一方で将来のゲーム界、メタバース界のスターの芽を摘んで一般人に強制しようとしているとも取れかねません。集中できる、つまりその個人のパフォーマンスが最も高いのがゲームしかないのであれば、ゲームに没頭させるのもありなんじゃないかと素人ながらには思っちゃいます。もちろん誰もが好きな得意なことを仕事にできるわけではないっていうのは分かっていますので、あくまでも自己の責任において好きなものを探求する自由を一方的に取り上げてほしくないなと個人的には思いました。世の中的にはゲームが悪だと見なされがちだし、ゲーム依存を治すという視点の医者としては当然かもしれませんが、今後の社会の多様なあり方も考慮してもいいんじゃないかなって感じました。さて最後は藤井先生はもともと理研で現実と過去の境目をなくして体験者の主観的な現実を操作しようとしている研究を実施していました。それはこんな感じ。こんな感じで過去に撮ったビデオ映像と現実の映像を混ぜて見せることによって、目の前にいる人が本当に存在するのかどうかを曖昧にしてしまうっていう研究ですね。こういった研究が増えると、例えば過去に撮ったビデオ映像なのにあたかもリアルタイムに接していると感じて、有名人とのコミュニケーションの満足度アップみたいなものにもつながるかもしれませんね。ということで今回は昨日日本神経科学学会で行われたシンポジウムメタバースと脳科学について紹介解説してきました。日本の脳科学者の中にもどんどんメタバースに興味を持っている人は増えてきているので、いつの日かメタバース×脳科学でどんどん技術が発展してフルダイブ技術が完成すると嬉しいですね。今後もこのチャンネルで最新の脳科学、メタバースの動画を投稿していきますので、今日の動画が面白かった人、ためになったよっていう人はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。